ちは、今日ちょっと BGM 入ってますけれども、消化体瞑想して、降りてきてるので緊急で撮ってます。で、ですね、これからですね、風の時代にもうどん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 進んでいって、女性性っていうものが本当に、優先的になっていくと思います。ただその中でもまだまだ、世界は、戦争の真っ只中でいろんなことがこれからも起きていきます。で、それっていうのも、全部意味があって起こってることですよね。で、これからですね、古い時代を生きてきた男性性というものが非常に生きづらさをもたらすように思います。で、そういう時にじゃあどうしたらいいのかっていうと、癒しですね。これまで男性性が悪いとか女性性がいいとか、女性性が悪いとか男性性がいいとか、それをずっと辿ってきて、2つとも1つだけど、ずっとカオスって続いていくじゃないですか。そう、これから癒されていくもので、女性性が癒すとかじゃないんですよ。もうそのものが英知、宇宙の力で癒されていく、そういう、世界になっていくと思います。たくさん世の中が涙を流す必要がある時代に突入していきます。そうじゃないと変われません。ウクライナの人やロシアの人、ここフランスの人々、日本だってそうです。まだまだ涙をデトックスで流して、魂を洗い流す必要があります。昔坂本龍馬が言いましたよね、日本と選択肢揃う。何かが、新しいことが大きく始まっていくとき、次元が上がるときって、必ずこのようなことが起こるし、デトックスっていうのは、浄化っていうのは必要なんです。そこを避けては通れません。だから私は今日歌いたいと思います。男性性を優位にして生きてきた全ての人に、私自身も含めてですけれども、ハーモニー、和が世界中で成り立ち、それは同調主義とかじゃないってことね。それは私たちの任務です。それを的確に伝えていくことができますよね。では、レッドゾーン、今ちょっと、伝えたいと思います。フランスのですね、ストリートで、歌っていることを、イメージしながら、癒しのメロディー、流したいと思います。フリクシー、ボヤジアパ、君のせいだよ。
はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ね、本当に日本には素晴らしいメロディーがたくさんあって、それは他にはない唯一無二のもの、ね、それはですね本当世界にもたくさんあって、で全ての音楽、そういったものがですねもうニュースとかメディアで流れてるような、ジャジメントとか恐れとか、まあ、そういった分けるような分離にね向かわせるような、ことをこだわりみたいなものをですね固くさせるものをほどいてくれるっていうところですね。そこにかけていきませんか、一緒に。なんか心を打たれた、そこにかけてみたい、頑張ろうって、そこで頑張ろうって